皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベくんです。パズドラの実況やっていきます。よろしくお願いします。というわけでね、本日8月の7日よりチャレンジダンジョンというのがね、新しくまた追加されました。ダンで、私が挑戦するのはレベル3です。4本当は行きたいんですけど、ちょっとね、体力的に無理な感じがするんですよね。で、ちなみに行くメンバーはこれ、火と水と、光しかどうやら出てこない 5×4 のダンジョンなんで、このメンバーで行きます。リュービちゃんがね、相当強いです。そうそう連れてきたいですけど、火がなくてね、そのダンジョンには火のドロップがないみたいです。で、パイクちゃん、これハンターハンターのコラボの2人を連れてきながら、フロストデーモン、こいつ攻撃力めちゃめちゃ高い。そしてこうかな。で、レオンハート、これは神羅万象チョコのね、なんかドロップでゲットした、この子も攻撃タイプもなかなかいい感じやったんで、この子を使ってあげてます。では挑みましょうか。レベル3では行きます。はい、というわけでメンバーはこちら。フレンドさんにね、リュービがいましたんで、しかも私とちょっと似たような感じのレベルなんでね、前のあのハンターハンターみたいにとんでもないことにならないと思います。では行きましょうか。5×4 か。さて、これな、めちゃめちゃでかくてよう分からへんねんな。どうしたらええのってなるよな、これな。でも、とりあえず光と木と水だけは繋げたよね。頑張ってね。これで4コンボとかいけんのかな。こうして、3やな。3やな。これででも4コンボとかいけたらすげえな。まずこの回復邪魔やから回復消して、踏んで木つなげて、光つなげて、あ、木もう一回いけんちゃう。お、これ結構いけるぞ。いくぞ。ほう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 。で、あ、これこうしよう。1、2、3。はいはいはい。どうええ感じちゃう。お、これ結構余裕ちゃう。次、まず左上からいこう。こっからいこうか。踏んで、こうして、え、どうしたらいい、どうしたらいい。回復作りたい。いや、回復は無視しよう。え、わかったわかった。こうしてそんで、こうして、あー3 落ちてきたやつで4で、ね、これ余裕ちゃう。どうなん。あ、ここで光を5にしようか。踏んで、さらに、こうして、こうやったらさらに光が作れて、で、水行こう。行きますよ。こうして、こうして、で、こう。はい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 。どう3しか作れへんねんけど。3しか作れへんねんけど。めっちゃ回復だらけやね。回復邪魔やな。なんとかしよう、回復な。最初に水作るか。いや、こいつでぐるってやって水作って、光は作れへんから、あと木を頑張って作るって感じでいきましょうか。おい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 、よいしょよいしょよいしょ、4コンボ。いいねいいね。いいよいいよ。えい、どだだ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 。ほんでほんで、次は、水をここで作ろう。水作って、で、回復作って、回復を左端に寄せて作ろうか。踏んで、木と光作りたいところ、本音はね。ただ私の今頭の中ではちょっとよく分かってないから、ちょっとその場のノリで行ってみようか。こうして、あー、無理か？よっしゃ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 。いいぞ、ええ感じやぞ、ええ感じやぞ。ええ、ドライ。ボス。おうおう、こいつら見たことあるぞ。待てよ。よく考えろ。こいつからスタートしたらでもあかんな。もう左に4つにしたらいいか、じゃあな。で、木を作って、光無理か？光いける？こうして、光が作れなさげ？どうしたらいい？みんな教えてこれ。なんとかなるか。こうして、で、こうして、こうして、こう。よし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 。どう、今のええちゃん、今のええちゃん、うらー、やべえ、強いぞ。やばいぞ。まず光。
まずここで光踏んで左に行って水をかえってやって、なんとかなるなんとかなる、こうしてこうしてで、こうしてこう、ちょっと弱いなちょっと弱いな、でもいったんちゃうこれ、よし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 、え、結構もう俺のパーティー強になってきてもうてんちゃう。はい、というわけでですね、ちょっとね、あまりにも簡単にクリアしちゃったんで、なんか適当に一発裏のこと話していきましょうか。私の現状とかね、今ねモンスターボックスこんな感じ。やはり主力は、この曹操と劉備、さっき使ってた劉備ね、この子らめちゃめちゃ強いっすわ。女の子じゃないねんけど。でね、バステトちゃんかわいいな、この子引きたいな。なんかね、今日7日の3時ぐらいからね、ゴッドフェスやるらしいんで、それも引こうか悩んでるとこですね。バステトちゃんが出るんやったらもう絶対引きたいもん俺。で、あとこれやな、ドラゴンライダーを進化させてあげたい。この子の進化素材が全然揃えんね。あとね、進化素材をゲットするためのダンジョンがね、今クリアできへんっていう、すげえ悲しい状況。ただ精霊はね、大丈夫やからいけるんですけど、なんかね、あの虹の番人みたいなやつ、あいつ強すぎてね、取れへん。ガチャで、この友情ガチャとかで取らんとね無理じゃねっていう感じの今状況で、すげえ辛い。あとレベル上げもね大変で、レベル上げのダンジョンも上の方に行ったらなんか全然勝てへんやつ出てきてレベル上げの素材のくせになんでお前そんな強いねんってやつばっかりでね、レベル上げもままならんっていう状況ですわ今。そんな感じかなあとね、そうこれ準備してね。あとね、やっぱこれですよね、夏仕様のモンスターが登場。これ10日からガチャで登場するんですけど、もうめちゃめちゃ可愛いんすよ、この子たちね。ガチャのあれない？ラインナップこっちかな。めっちゃ可愛くない？これ確かモンスターの売却したらもらえるコインで買える子かな。これもやばいぐらい可愛いねんな。で、ソニアちゃん欲しいねん、これ。リーダースキルがやばい。ほんで、見た目が一番好きなこのパンドラちゃん。やばすぎやろ、この可愛すぎやろ、これ。海、嬉しい。とか、ちょっとやばいね、これ。で、大人のメタトロン。で、ウルドちゃんはなんかこう、エロチック。でもなんかこう、顔は幼いっていうのが素晴らしい。で、こいつは絶対嫌や。テスターは絶対引きたくない。で、アルビダちゃんもええ感じ。という感じですね。いやいやいや。盛り上がってまいりましたね。またね、夏休みの水着ガチャは絶対やろうと思ってますんでね。よろしくお願いしますよ。そんな感じかな。あとは、まあまあ、ぼちぼち、練習しつつね。今日は 5×4 やったけど、また 6×5 とかのダンジョンもね、なんかいいのがあったら、ちょうどね、こう、ちょうど自分のレベルに合ったとこがあったらいいんですけどね。今日のはわりかし優しかったかな。いや、楽しいですね。あと、なんか、ええ感じのパーティーない？なんかこれ、なんかアドバイスあったら教えて、どんどんアドバイスちょうだい、俺に。どんな感じで終わろうか。とりあえず今日はね、こんな感じでちょっと雑談も入れつつ、まあ、ゆるく見ていただいてたら、幸いでございます。あと何かある？あと、まあ、いつものごとくなんですけども、チャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。あと、ツイッターやってます。ツイッターのフォローもね、ぜひお願いします。全部ね、リンクを、下の概要欄のところに貼ってますんで、お願いいたします。リンクを貼ってるんでね、ぜひフォローお願いします。あとは、まあ、ぼちぼち、いろいろちょっとね、細かい話も混ぜつつ、やっていきますよ。今日はこんな感じで終了です。次回も、お楽しみに。心リンクゲームズ、メイくんでした。それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。ここにちゃんと住みます。この子がいなくなると、私の顔が青くなる。では、白のひとときなんで、ゆっくり休んでます。何の話や。